最初レモンがやりたかったのね。よし。あまり豪快にやらないで。チーナなんか美味しそう。エナジー上手だね。はい、最後重ねて、はい、そこにもクリームのっけて。ほら、豪快だね。なんかエナ作るの上手。残してね、クリーム。わかった？はい。よし、ここはこれでいいよ。はい。ね、置く置くの、うん、はい。クリームもたっぷりしない。え、いちごにもなった。面白い。面白い。すごいね、ケーキ。デッキアンガリーでない。あとちょっとで、うんうん、パパきっと喜ぶよ。ほら。おお、すごいんじゃん。やばい、なんか傾いてる。すごいね。これにしてられない。わ、できました。来たよ、パパ。来たらバンバンバン、 この辺に来たらバン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 ってやって、パパおめでとうって言うんだよ。わかった？はい。本日の主役ですよ。ちょっとちゃんとつけてね。えな、つけてあげて。ほら、それで、ここでこう止めるんじゃない、これ、こうやって。これなんだよ、これ。こんなものやったら 飯食わえねえよ。今日は本日の主役だからね。おめでとうね、パパね。てか、それビビるわ。いや、見えだけど、お前、あの、こうやって構えてるのは見えだけど、あの、ね、怖いね。どうぞどうぞどうぞ。よっしゃ。はい、ご案内しましょう。はい、ここに座ってください。こちらに座ってください。こちらにお座りください。こちらにお座りください。パパも鳴らした。座れるのかな。パパを鳴らしたわ、最初から。面白い。あと足りないのは何だったっけ。先にご飯食べようか。でもお腹空いたね。ケーキですよ。何のケーキだと思う？え？パパの顔のケーキ。でしょ。大体それすぐ上がるんですか？お楽しみです。その鼻のどこを押してみて。ん？これ？マモリないです。うん。それいて。これ取っていい、これ？いや、取っちゃダメ。これダメダメ。これいいわ、これ。ええわ。さあ、ご飯食べよう、先に。まあ、とりあえず。あ、これお世話なんかあるんじゃないの？
あ、押せばメガネ取れるって言ってたから。うん。なんでも何も起きないのか。あ、違うじゃねえか。回すんじゃねえか、これ。ほら、こうやって。ほら、びっくり。似合うね。似合う。回さなきゃいけないんだよ、これ。これ知らないで、ね、買ったのこれ。買ったんでしょ、うん、買ってきたんだよ、お前で、今日これ。うん、あの、これ、こういうの、わかんないで、お前、買ったらダメじゃん。ね。最初からこうやって、やっとかない。回しておいて、止めて、かけないでダメじゃん。似合うね、意外にね。うん、ね。何似合うあ、口も大事だけど、そんなに口あれだね、あの、まあいいや臭いね。何が臭いだって、なんで臭いの。あ、エナ似合うわ。あ、一番似合ってるわ。すげえ似合ってる、エナ。ちな大きいよ、多分。あ、ちなみに酔うわ。見て。見て。大きいわ、これでも。じゃあ、とりあえずご飯食べようよ。乾杯。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。なんで乾杯してない。何歳に見える。37。知ってるんじゃねえか。年取るんだよ、みんな。ね、だってエナでもあとちょっとで10歳だもんね。2桁の年になるからね。あっという間なんですよね。あっという間にあのジジイになるんだから今。えジジイに。今日パパ誕生日でパパ年取ったけど、お前たちもすぐ。え、じゃあさ、明日さ、ちなみ誕生日っていうこと。エナが20歳の時何歳になるんだ。じゃあパパっていうか今シナの完全無視してシナ今なんて言ったっけ。シナはまだ今5月でしょ。シナの誕生日は7月だから。7月ってさ、ね、明日っに。あ、全然まだまだ、うん、まだ。あ、もうそれあんまり醤油かけなきゃ。ほい、しょっぱいって設定それ。うん、うん、エナは食べないけどね。絶対食べないけどね、ま、これに合うんじゃない。じゃあなんでやだ、きっと。あ、エビ、これビールに合うんだよ、これ刺し。エビだったら食べれるんじゃないの。エビも生だば食べれないし。甘いよ、エビ。これ飲んでこれ食べれば多分あのめっちゃ美味しいよ。何？しょっぱいんでしょ。何？なんで喋ればいいじゃない。生もの美味しい。取ったか。まあ、エナは食べれる生ものがない。こんな感じ。もう一回食べよう。エビばっか食べて、あー もったいな。エナ、エビ食べてみればいいじゃん。甘いよ。もったいない。美味しいよ、本当に。食べたかった。エビなぁ。エビあるよ。1個しかねえじゃねえ。お前2個も食べやがって。今日、パパの誕生日なんじゃないの。あ、そうだ。主役なんじゃないの。主役なんだ。うわ、あげればいいんじゃない。いいや、いいや。はい。いいよ、いいよ。食べたやつ。なに、レミの食べてるの見て、よくこんなもん食えるなっていう顔だね。まあ大人になったらきっと食べれるようになるから、うん、まあまあまあ、あんまりちっちゃい頃刺身とか食べなかった。また見てる。小さい頃食べたの。食べたいの。よくこんなに食べれるなって。食べたいわけじゃねえんだ。ただ、うん、こんなものを、こんなまずいものよく食えるなみたいな。はい。
いただきます。シャコを食べる人が食えないもんねえだろ。ゆみ、あと唐揚げとか食べてね、あんま生もの食べ過ぎだ。お、すごい出た。3人で作ったんだよね、これね。お待たせした。真ん中に置いてじゃん。ママ、パパこれ読んでみて。うん、パパおめでとう。いいね。みんなで作ったもんね、今日ね、お昼にね。おー。じゃない。パパ誕生日ねえねえ、こんな一気にパパフーってできるかな。みんなでやればいいんじゃないの。パパにやってもらう。フー、うん、お、うん、せーので、 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 わー、 おめでとう。たたついたって。嘘だろ。本当。わ。あ、湯気煙出てるよ。ほら。37歳、おめでとうございます。ねえ、上にまだある。何が？え？煙？あ、煙か。うん。ありがとうね。パパお誕生日おめでとう。お誕生日おめでとう。ラスカラメン。何どうだった？見て。ドラえもんの顔見て。誕生日おめでとう。誕生日おめでとう。よし。持てるパパ。これパパにプレゼント？うんうん。みんなで選んだんだよね、今日ね。うん。何がいいかなってね。で、パパがこれ喜びそうだと思って。これにしたんだよね。なんでこれにしたの？いいから開けてもいいよ。いや、開けなくても上がるんだけどさ。これお前たちが出さない。パパが喜びそうだと思って選んだんだよね。うん。喜ぶ。ありがとう。いや、これお前たちがやりたいから買ったのもあるでしょ。ね、ない、ない。パパにこれやってって。そう。一人で。これさ、モンストみたいでやるんだよ。あ、モンストみたいだから買ったのか。うん。あ、それだ、これ誰が選んだの？ちっちゃん、ちっちゃん選んだのね。あ、こうやってモンストみたいだって。うん。モンストにドラえもん出てくるからね。うん、モンストにドラえもん出てくるけど、あ、そっか、あ、モンスト、あ、そっか、タンナーだしね。だってさ、なんかさ、ね、さ、うん、ね、発見のね、中のさ、ね、ちょっとさ、ね、この辺にあったんだよ。ん？百均？百均じゃないでしょ、これ。あるある。対象に、まあ、5歳以上ってことだから、まあ、含まれてますね。5歳以上だからね。つく、うん、5歳より上の人だったら別に誰でもいいってことだから。つく、5歳からでいい。っていうことは、ちなみ4じゃん。ちなみ4歳じゃん、まあ。え、でもさ、もうちょっとで5歳になるじゃん。まあ、そうやって言ってるってことは、ね、これめっちゃやりたかったってことでしょ。ってことは自分のやりたいものも、あの…すごい違うってば。あ、まあいいや、じゃあこれで楽しませていただきますんで、ね、はい、はい、ありがとうございます。モンストみたいでしょ。ありがとうございます。はい、どういたします。どっから買ったんですか。ドンキホーテヨカロみんな違うけど、ね、意味わかんない。はい、ありがとうございます。はい、どういたします。はい、といたしまして、うん、いや、あれとね、今日やってもらってね、なんかもう一個あるんじゃない？レミからね。はい、どうぞ。なんすか。レミ、読んであげれば。
いいんじゃない？はい、どうぞ。はい。パパお誕生日おめでとう。パパ大好き。ここ確かなんか。はい、どうぞ。え？はい、どうぞお渡しください。何なの何なのそれ。レミ書いたんだよね、それね。レミの字だね。うん、レミ書いたもんね。ひだうちの字だ。パパ見ないで。ない。何書いてる。今生まだ。パパ見ないで。見ない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 。できた？うん。はい。パパへ。からのからの封筒でしたね。パパ見ないで。あ、見ない見ない見ない。ね、パパ見ないで。見ない見ない。よし、できた。はい、どうぞ。はい。その中に長その上にパパへって書いてるけど、まあんまいいや。ティッシュあ、それちっちゃんからのティッシュね。ティッシュ、何のためにティッシュやったの、パパに。え、鼻水だ。パパは最近だいぶね、あの鼻水ね、出てるね。すごいね、そのちゃんと分かってんだね。違うでしょ、涙を流すためでしょ。うん、違う。違うの。ありがとう。大事にするか。泣いた時のためじゃないの、違うの、ティッシュ。ありがとう。はい。うん、ありがとう。ね、見ないで。お前もやってんのかよ。うまいな。うん。あ、リムからももらったよ、でも。パパ。うん。ねえ、待ってよ。まだあるんだって。ねえ、見ないで。はい。これもらったよね。これもね。もういい。パパへお誕生日おめでとう。ありがとう。さっきと同じ写真。じゃあ写真撮るか。はい。な、もう一回来ない。はい、もう一回、せっかくこれほら来たら、うん、これ。はい、どうぞ。とさ、あとケーキ切る前に撮れば。切る前に。写真撮るか。うん、はい、どうぞ撮ってあげます。あ、ちょっとパパをじゃあ真ん中にして、ここもくして、はい、どうぞ。はい、はい、じゃあ はい、チーズ。よく等分だって。この3人でさ作ったの。3人で作ったんだ。うん、おいしそうでしょ、うん、早く食べたい、うん、よだれが止まらない。だってよかったね。お腹さんね、
大きいのがパパのにしてあげれば、ずっとパパに出るよ。ケーキ。ああ、なんか傾いてる。ねえ、ちなさん、これさ、ね、作るときにさ、すごい舐めてたね。うん、ね、そうだよね。いや、甘いもん大好きなの？うん。うん？いちごの方が好き。どう？うん、美味しい？もうすぐ崩れてる、うん、崩れちゃったね。あ、美味しいね。ちなみにみかんとかやったんだよ。うん、美味しい。うまいね。お前たちやっぱ作ったもんだから、ね、パパありがとうわ。ありがとう。どういたしまして。どういたしました。本当にお前が作ったのこれ。うん、食べていいよ、チョコレート。食べたい人いたら。はい、はい、食べる。食べんのこれ。パパ食べてるとこじゃねえんだな。パパ食べて、パパ。いいいいいい、お前だけ食べたいんだろ、食べてもいい。うん。半分にすればじゃん。結局食べるんだよね。おー、いいの。うん、食べなさい。いいよ。なんでちなちって。いや、いいじゃん。まあまあ、子供の頃はそのお菓子の大きい小さいでよく喧嘩する、うん、そうだ、うん、年は関係ねえんだよ、気持ちの問題だな、うん、気持ちはまだ二十歳じゃないの、違う、いや気持ちはまだ二十歳でしょ。気持ちはもう50だ。50だって。ママよりやっかい。何？ママよりやっかい。ママのでっかい、あ、ケーキ、うん、あ、というわけで、うん、ありがとうね、うん、うん、ママ疲れがぶっ飛んだわ、うん、よかったね、うん、明日からきっと頑張れるみたいだよ、パパお仕事。いや、お前たちのために頑張ってるけど、明日からまたさらに頑張れるっていう、ね、うん、うん、ありがとう。ちなみにパパとママのために頑張る。何頑張るの？保育園。はい、で、学校頑張る。それで、じゃあさ、パパとケーキどっち好き？うん、わかんない、どっちも好き。パパとケーキどっち好き？はい、どうぞ、レミさん。指さしてる。何？じゃあみんなで一斉に言ってみて、パパとケーキどっち？はい、3、はい。ケーキ！パパ。どちらもいい。バーン。レミ、どういうことですか？レミの顔から見るとケーキでしょ。ね。ちな、どっちでもいいの？うん、パパはじゃあケーキみたいなもんな。うん。バーン。もう一回聞くよ、はい、パパとケーキどっち好き？ん？どっちも好き。じゃあみんな一斉に、パパとケーキどっち好き？いっせーのーで、ケーキどっちでもいい。みんな違う。うん、いいな。何欲しい？だって顔さ、ね、写真、パパの顔、ね、写真そっくりなの。バーン。甘いってことなんだね、じゃあパパは。食べる、パパの。ジナ、顔。アンパンマン、アンパンマンだよ。くっせ。バーン。いいぞ、ちっちゃん。